ストーンズ緊急事態。今度は森本慎太郎に熱愛報道。相手は共演者キラー、匂わせも連発。ストーンズの森本慎太郎27と女優の森川葵29の熱愛が28日配信の文春オンラインで報じられた。同サイトによると、今年4月期の連続ドラマ「街並み照らす奴ら」日本テレビ系に共演したことで真剣交際に発展。2人は今月16日からタイに旅行したという。森川は恋多き女として知られる。2018年には高橋一生、その翌年には仲野太賀との熱愛が報じられました。ドラマなど仕事で一緒になると、共演者との距離が一気に縮まると言われています。芸能関係者。今回2人はタイに旅行したとされるが、森本は24日放送の日本放送ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャルで、タイで普及している三輪自動車タクシートクトクについて熱弁。トゥクトゥクなんですよ、トゥクトゥク買いますなどと匂わせていた。ドラマが終わったばかりの先月も森川を番組に呼びたいというような発言をしていました。その時の発言もトゥクトゥクの話もこの熱愛報道で合点がいったというか、それほど匂わせたかったのかと一部のリスナーはドン引きしています。どう？ストーンズメンバーの熱愛といえば、先月に綾瀬はるかとの熱愛が報じられたジェシーに次いで2人目となる。昨年はグループの音楽性が認められ始め、スノーマンに追いつくのではという指摘もありました。ところがジェシーと森本の熱愛報道2連発でファン離れは必至。しかも、来週にはジェシーと森本の2人が表紙を飾るファッション誌も発売され、あまりのタイミングに失笑を買っています。これでスノーマンに追いつけないと落胆するファンは少なくありません。どう？